ヨーロッパアルプスのシャモニーからおよそ50キロ、雄大なタランタイズ渓谷が現れ、フランスとイタリアの国境に沿って標高3000メートルから4000メートル級の山々が100以上もある重厚なフレンチアルプスが続きます。今回はフランスにある10の国立公園の中から陽光降り注ぐとっておきの2つの国立公園、バノワーズとエクランのハイキングを紹介します。サザンフレンチアルプスハイキングの旅。フランスで初めて国立公園に指定されたバノワーズ。ハイキング、登山、スキーのベースとしての静かな避暑地です。村の中央から赤いロープウェイで登山、ハイキングのスタート地点である展望台まで上がります。ロープウェイの山麓に広がるバノワーズの村とその谷を囲む素晴らしい山々の絶景、しばしゆっくり楽しみハイキングに出発します。前方に広がるバノワーズ山群の山々を見ながら、今日の予定は山の上にあるコルデラ・バノワーズ小屋へ。途中バルメッテ小屋を経由して古い石畳の登山道を進み、滝を見ながら小川を渡って本格的な登りが続きます。突然山々に囲まれた谷間にバッシュ湖が現れます。浅い湖の真ん中に石の道が続く、どこかで見たことがある神秘的な風景です。ここの風景がバノワーズ国立公園の PR のポスターなどに使用される有名な湖。石の上を注意しながら歩くと対岸に到着です。バノワーズ国立公園の最高峰グランカッセ、標高3855メートルの下に広がる美しいブルーのロング湖を通過すると、景観の素晴らしい登りが続きます。バノワーズ国立公園はヨーロッパアルプスの中でも最も高山植物が多く、上部に登りきると比較的歩きやすい斜面が続きます。3000メートル級の高山の実感を楽しみ、そしてアルパインアイベックスの個体数が最も多く、出会いが楽しみです。視界が開けて雄大なパノラマの景色には感動の声が思わず上がります。ハイキングコースの一つである通称プチモンブラン山頂に登って、本物のモンブランを見るのも楽しみの一つです。利用するホテルはラ・バノワーズ。フレンドリーなホテルスタッフやホテルのおもてなしでゆっくりと滞在できます。ヨーロッパ最高地点の峠、標高2770メートルのイゼラン峠を越えてバノワーズ山脈のモリエンヌ渓谷へと景色が変わります。サイクリストでにぎわうツール・ド・フランスで有名なガルビエ峠を通過し、エクラン国立公園のラグラーブに到着です。エクラン山群の象徴、氷河をいただく名峰ラメイジュが出迎えてくれます。ラグラーブはバックカントリースキーや登山者、ハイカー、観光客が多く訪れるエクラン国立公園の代表的な山岳エリア。街道を挟んで左右の景色が対照的な山容を見せてくれる人気のコースです。
まず右側のコースはフランスで一番美しい村というテラスを車で通過、シャツレからの出発です。つづら折りの高原を登り切ると、目の前にはラグラーブの3000メートルから4000メートル級の岩峰が現れます。広がりのある景色の中で高山植物を楽しみながら高原をハイキングする、フレンチアルプスを代表する楽しいコースです。その先にあるレリー湖へと足を伸ばすこともできます。翌日は岩峰群と氷河コースにご案内します。4連の高速ゴンドラで展望台へ、誰でも訪ねることができる標高3211メートルエリアです。すぐ近くまで氷河が迫り、アイゼンで氷河を歩き、今回のツアーの参加者全員がチャレンジしました。途中、クレバスに注意し、最後は氷河コースを登り切った満足感と素晴らしい感動が待ち受けています。氷河の山頂から見るエクラン山塊を望む素晴らしい瞬間です。キロはロープウェイ中間駅のある人気の展望地に立ち寄り、素晴らしい絶景に感動。西にはアルプディエス、眼下にはラグラーブの村が見下ろせます。夏冬を通じ、ロープウェイ駅近くで大変便利なホテルカスティラン。赤く燃える夕景を望み、年間を通し山岳マニアの人気ホテルです。いよいよエクラン山群のハイキングに出発です。シャンテメールからロープウェイで展望台へ。ここは手軽にエクラン山塊を眺めるハイキングコース。このコースは途中2つの山を回り込み、エクラン山塊を見ながらの天空のハイキングを楽しむお花畑コース。エクラン山群の山々の絶景をしばし楽しみましょう。ハイキング後はブリアンソンの町に直結しているロープウェイで下山することができるのも魅力のコースです。ヨーロッパ2番目の高所都市であり、世界遺産でもあるブリアンソン。17世紀国境争いから要塞ができ、現在は世界遺産として残っています。繁華街の真ん中には小さな水路に水が流れて、ヨーロッパでは珍しい光景はタイムスリップしたような時が流れます。エクラン山群の最高峰バールデゼクランの登山道、黒い氷河白い氷河に続く絶景ポイントへのハイキング、グラシェブランゴや標高2524メートルを目指します。
広いキャンプ場エリアから林を抜けて山麓からつづら折りに登る石の登山道は手入れが行き届き、高度を上げていくに従い灰色の汚れた黒い氷河が現れます。横を登り切るとグラシェブラン小屋に到着です。登山コースはさらに白い氷河を越えてエクラン山頂に続く登山道に続きます。スイスレマン湖からローヌ川沿いにつながる美しい山々、やがて地中海まで続くバノワーズ、エクラン山群、そしてフレンチアルプスの峰々、お楽しみいただけましたでしょうか。大自然に満ちあふれる素晴らしい夏のフレンチアルプスをぜひご体験ください。私たちアルプスウェイがご案内いたします。